はい、今日は1月の13日水曜日夜9時3分になるところですが、現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤリマン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、ついに今日11都県ですか、緊急事態宣言が発動されましたね。そして夕方の記者会見を見ていたら、どうもこの政府の菅総理、見ていて本当にね、何と言いますかね、ああ総理になってかわいそうだなというような感じで今日見ていましたね。と言いますのは、その緊急事態宣言についてね、新しいね法改正の審議をこの国会でされますかというね質問をした記者がおりますね。しかしその質問に対してね、何も回答しないんですね。4日5日前ですかね、記者会見の時に緊急事態宣言を発動されたら、あの一律10万円配布したようなことをまた行うんですかと言ったら、それも何も答えることをしなかったね。今外国のことについてね、どのようなことを対策しようとしているのか見えてまいりませんね。政治家の姿が見えてまいりませんね。私がね、毎日演説をしながらこの赤い車で走るときにね、コロナ社会の真っただ中、私たち国民には政治家の姿が見えてまいりませんね、ということを広報して回っているんですね。政治家が、国が、政府が助けてくれない国民の命なら、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守る方法しかありませんね。そして私がね、今日病院に行ったんですね、定期検査でね。行ったところ、看護師さんに素朴な疑問、ね、昨日ライブで少し話しましたね。このことを素朴な疑問として質問していいですかと言ったところがね、何でしょうかと言われたんですね。飲食店でね、クラスターが発生して、たくさんのね、クラスターが出ている。ね。だから、飲食店は夜8時までお酒を出す。ね、飲食店とはね、ジュースとかコーラを売ってるとこ指すんじゃないんですね、ほとんどが。主役はお酒と言っていますね。ならば昨日、面白おかしく私がこのライブで皆様にお話しした通りにね、お酒はアルコールと言いますねとね、そして飲んだら血液に回ってね、そして脳に行って酔いが回ると言いますね。さあ、このアルコールね、
このコロナウイルスをね、感染させないために、お店やね、お店のスーパー入り口、さらにはどのようなところでも消毒液を店先に置いておられますね。そしてね、完全ともいかないまでもコロナ対策をされている昨日ね、ちょっと門間に行ったんですね。その時に昼飯を食べようと思ってね、ラーメン屋さんに入ったところはね、これがカウンターはね、あのね、プラスチックのあれで一人一人ね、ついたてが立ってあって、その前にね、また小さい消毒用のアルコールが置いてあるんですね。一人一人で手ね、もう一回そこらをね、消毒してするような、使えるようにね、されているんですね。ならばこのお酒飲んだら血液に回りますね。体内に入ったコロナはどうなるのかなと話したんですね。そしたら、このコロナも体内に入って血液に入る。ね、血液でわかる、ね。ならば、血液に入ったアルコールがたくさん入っていたら、このコロナをね、感染させないように、ね、追い出すんではないかな。ところが、アルコールとコロナは、ね、血液に入ったら殺すことができないのであればね、店先にあるアルコール、ね、我々は素人ですから、専門家ではありませんから、アルコールといったら、ね、同じように考えますね。お酒の度数の何パーセントのアルコール、ね、そしてね、店先に置いてある消毒用のアルコール、ね、これまあ成分が違うんでしょうね。しかしその大変に疑問に思うのは、私たちのね、日本国はね、何を目指してね、あの科学研究者というのはいるんでしょうかね。世界第2位の経済大国を誇ったね、この日本国の戦後の政治家ですね。特に昭和40年代以降の政治家ね、この昭和40年以降の政治家、ね、一番、ね、楽をして、ね、そして一番裕福に育った連中がほとんど国会議員ですね、県会議員ですね、市会議員ですね。ということは、ね、この私がいつも日頃から言っています、私たちの国民に対するね、政治家の危機感の欠落、これはね、政治家に限ったことではないなと、最近特に実感しているんですね。国民もそうなんですね。危機に対するその危機感、ね。どのようなことをね、私が調査するかといったら、一昨年にこの大阪台風20号でしたかね、直撃したんですね。その時にね、その前夜ですね、その前夜に私が役所にね、電話入れたんですよ。どの役所に電話入れたかと言いますと、この東大阪の
ね、一番の危機に懸念される生駒山系ですね、土砂崩れ、ね、この土砂崩れに、ね、危険にさらされている石切の、ね、東大阪側ですね、一番東大阪が生駒に面している面積が大きいですから、まずね、大阪の東部といわれる片野市、枚方市、そして寝屋川市、四条縄手市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、ね、この今大阪の東部名前を挙げた、ね、ここに夜ね、11時ぐらいだったと思うんですね、10時から11時にかけてね、電話をしたんですよ。夜でも役所は電話が通じますからね、もし職員がいなくてもね、この緊急の場合には職員に連絡をする警備会社がね、受付をしていますから、警備課がね、警備、民間の警備ですね。なんと答えたのが、私の記憶でね、去年おととしですね、この答えたのが、来てね、待機していますと回答したのが、枚方市、淀川がありますからね、大雨、当然洪水もね、危機管理ですね。そして片野市、寝屋川市、四条縄手市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、このうちで驚いたことに、危機管理室の職員が待機しておりませんと答えたのは、この我が町一市だけだったんですね。この危機管理室の職員10人ぐらいおるんですね。ここにはね、現職の警察官も常勤しているわけなんですね。ところが、強風の台風が近づいている、ほとんどの市町村が危機管理室は役所に管理ね、職員は徹夜で管理するわけなんですね。自分たちの市民を守るために。枚方に電話したら、みんな待機しております。片野に電話したら、全員出勤しております。四条縄手に電話をしたら、二人が待機しております。大東市に電話したら、大東市は全員待機しております。寝屋川に電話をしたら、これ寝屋川のね、川は昔から氾濫していますから、ね、野崎、流れる野崎川というところもありますけどもね、この寝屋川ですね、水系ですね、全員が待機しております。大東市も全員待機。さあ、東大阪に電話をしたんですね。そうした場合に、守衛の方が警備員ですね、出られて、危機管理室につないでもらえませんかといったところが、ね、誰もお見えになっておられませんと
答えたわけなんですね。そして八尾に電話をいたしました。そうしたら八尾は全員が待機しております。さらに柏原市ですね、柏原市役所はちょうど大和川にあの富田林や羽曳野市から流れてくる石川というのが T 型に直接正面から流れ込んでくるところなんですね。そこに柏原市の本庁舎が市役所があるわけなんですね。ですから危機管理室の職員は全員ね出てきております、待機しておりますと書いてあったんですね。さあこの東大阪の危機管理体制ね、最初にね今からね確かね8年9年まあ10年ぐらい前ですね、危機管理体制についてのね集会を開くということやったらしいんですね。東電議員もね危機管理建設局にね委員としている議員は参加しますね。何月何日危機管理室のねこれからの東大阪市についての危機管理体制の研修会を行います、第1回目ですよね。そうして各議員の院にもね連絡をして、さあその日がになって集会場へ行ったところね、出てきていたのはね東大阪市の東電危機管理室は全員ですわね。それに土木工営所ね、それと消防署ねだけだったらしいんですね。さあ東大阪の危機管理室のね発案で東大阪の市民を守るための危機管理室のねこれからの危機対策っていうのをね作りましたので、それを審議するために皆さん集まってくださいと言って、これからどのようなね枠組みを作っていったらいいのかなというようなスタート時点での集会、そこに出てきたのは東大阪市の市職員危機管理室と土木工営所とね消防署とそして議員だったらしいんですね。ここで当時の今はね辞めていますが、あの政務調査の件でね正義よくね潔くね身を引いた議員なんですが、この議員がこの集会は何だと東大阪が50万市民の命を守る、命と財産を守るような危機管理室の、ね、対策、これからの東大阪の指針を作るのであれば、どのような災害の対応ができるのか、ね、最初から基本的な発言を求める、ここへ参加してもらう人たちがいるではないか。ね、それはどういう人たちか、ね、当然3つ警察署がありますから、その警察官に連絡して、たとえ1人でも2人でもその、ね、対応策を取っていただくために参加してもらう、さらに災害の対策のプロである、ね、自衛隊が隣町の八尾市にあるんですね、駐屯場が。ね。ならば、その自衛隊に連絡をして、危機管理対策のプロである自衛隊をね、声をかけて来てもらって、そして参加して、
どのような国民を守る、ま、守る市民を守るような対策をね、審議していく。そして政策を作っていく。これが危機管理室体制ではないのか。激怒されたらしいんですね。ここなんですよ。ね。頭が腐れば、ね、尾っぽまで。ね。この東大阪の市役所にいる危機管理室、ね。あの防災マップっていうのがあるんですね。ここに出していなかったですね。防災マップ。ね。この20年ほど前にね、あった防災マップにはね、生駒山系にあった池ですね、ため池。20数個あったわけなんですね。ここに、大雨が降った時に、ね、貯水できるような、ね、昔の人たちが、地元の人たちが、自分たちの年を出し合って、そしてため池を作っておられた。ね。ところが、この10年間の間にね、10個ぐらいのため池が埋め立てされているわけなんですね。防災マップには、20年ほど前のね、防災マップには水色でため池の場所がね、記載されているんですよ。ところが現実にはね、10個ほど消えて十数個しかその緑のね、マークがないんですね。そこで私がその台風、去年おととしで危機管理室局長に対してね、この防災マップはね、改めて作られた防災マップをこれ誰が作ったんだ。ね。それより以前の20年ほど前まで使用されていた防災マップには、ため池が20数箇所、26箇所だったかね。あるやないかと。今の防災マップには15、6個しか水路はないではないか。危機管理室はこのため池が現在どのようになっているのか、20年前の危機防災マップ配布今でもしているではないか、これをね、精査したのかと聞いたら、いや、道村さんね、これから防災マップをね、作り返し思うんですよね。去年の3月の議会でそれを提案してね、1年かけてこの3月に防災マップをね、作成し直すと回答してくれたんですね。ということはこの防災マップのため池、東大阪のね、これさえも危機管理室はね、言われなければ誰一人としてね、そのようなことを調査する者がいない。今日ね、新聞帰って夕刊見たら、あの鉄塔ですね、高圧線鉄塔ね、この下に20年前の防災マップは、公園にこの鉄塔が立っているわけなんですね。東大阪はもともと大和川が流れていましたからね、その川を埋め立てて、大和川を埋め立ててね、このような私が今ここにいてるこの地域も大和川の川床だったんですよ。ですからこれから500メートルぐらいね、東の方に行ったところね、公園があって、鉄塔がね、南から北へね、立っているんですね。高圧線ですよ。その下が
災害の時の避難場所に制定されていたんですね。これ危機管理となりますか。その危険ね、この危険場所に全国で44箇所と書いてましたかね。確か44箇所ぐらいと書いてましたね。ちょっと待ってくださいね。危機管理が叫ばれているときにね、確かにこの鉄塔高圧線ですね、高圧線鉄塔が立っているのが44箇所これですね。そうですね、送電鉄塔ね、送電線鉄塔ね、44基、要するに44基の塔が立っているね、これですね、これね、44塔立っている鉄塔がここにね書いてますね。こちらですね、ごめんなさい、こうね、ここね書いてますね。44基、44塔ね、これ崖崩れや危険な場所なんですね。要するに公園のこの鉄塔の下が公園になっているところね、危険な場所が44基あると。全国で。あ、全国じゃね、近畿ですね。近畿福井警戒区域に44基の土砂災害リスク送電鉄塔と書いてますね。私は地球環境問題会議というね、団体ですから、このようなね、危機管理に対するね、行政、ね、役所の対応、ね、マスコミにこのように指摘されて、ね、慌てて取り組むのが、現在の役所の言われなければしない、ね、口では、ね、市民の財産と命を守る、か、ね、対策を講じております。ね、この一つにしても、ね、この東大阪においても、ね、何の対策もしない。38名いる議員、市民の前に誰一人として、ね、出てこない。市長など、なおですね、このような密になったらダメだという時に、子供の身体障害者が行うスポーツ広場を作った。ね。このようにしてね、要するに、票取りマシンのようなところにね、めでたいことだけを広報して、ね。東大阪市民、コロナ一年になるのに、たかだか1万円の金を配る金も残っていない。これが東大阪の正体なんですね。そして、去年おととしの台風の時にも、前夜、よその市町村はすべて危機管理室の職員は待機しているのに、東大阪の危機管理室の職員は誰も出勤していなかった。待機していなかった。これが危機管理対策が作れると思いますか。だから10年前に行われたその第1回目に、なんで警察官や自衛隊を呼んでいないんや、ね、危機管理体制を作ると言ったら、そういうところの専門の人たちの協力をもらって、それを参考として作るのが行政の仕事ではないのか、激怒した議員がおられたんですね。悲しいかな。そのような強烈な議員は市民がね、推薦しない。おかしな、不思議な、変な町。それは全体的に私たちの国もそうですね。さあ、コロナ渦巻くこの世、みんな自分の命は自分で守りましょう。